デヨングはやっぱ癖ありますよね。癖ありますね。デヨングのビルドアップは、個によるビルドアップですね。戦術的じゃなくて、技術によるビルドアップ。デヨングのボールの持ち方ってすごい特徴的じゃないですか。この状態でいくらでもボール持てるんですよ。右足のアウトで持ってて。で、この状態でこの背面に対しての視野もあるし、この状態でこっちにもパスが出せるし、もちろんこっちにも出せますよ。で、こっちにも出せます。で、こっちにも出せるんですよ、デヨング。ヒールで。相手がここを切ってきた時に、こうやって持って。で、ここでヒールで出したりしますよね、よく。これがデヨングの良さですね。個で持ち運ぶっていうところの技術ですね。デヨングのセンターバックの位置から運ぶドリブル超一流ですもんね。自分は世界一じゃないかと思ってます。確かに世界一って言ってもいいかもしれないですね、あれ。まあ、これがデヨングだとして、で、この2-2でも最悪よ。これ同数でも、普通同数って運べないんですけど、デヨングもこの持ち方するんで、で、この状態でもボール運んでいけるわけですよ。で、この状態で永久に行きそうっすよね、こうやって。それぐらい、この相手を左に置いて、ボールを右側に置くっていう、このドリブルが得意ですね。このドリブルを得得したからこそ顔が上がってパスコースが見えるしっていう話ですね。デヨングはテクニックは本当一流なんですけどね。ポジショニングですね、課題は。で、これも、キケセティンの動画、チャンネル作った当初出しましたけど、あの場面から言ってますけど、デヨングのポジショニングに関しては。まだなんですよ。だからもう多分治らないと思いますね。デヨングってね、私もね、デヨング好きな方もいっぱいいらっしゃいますし、実際にうまい、技術的な部分で言うと。で、うまさがあるから素質はある。だけど、残念ながら戦術という意味では合ってないですね。バルサのセンターバック、誰がいいですか？デヨングのセンターバックをしてるんですよ。デヨングっていうのは、とにかくボールが欲しいんですよ。ボールを受けに降りてくるし、ボールを持ってフリーだったら、例えばブスケツとかだったらですね、ここに入ったら、ここっていう場所をキープするんですよ。で、この場所をキープして、例えばここに縦パス入りました。で、横パス出します。アラウホ上げます。で、キープして、で、アラウホが入ってきたら、この横パスのコースが出てきますよね。相手がここを塞ぎに来たら、ブスケツがこの横パスを受けて、縦パスを入れる。つまりですね、このエリアというのをキープするんですよ。で、キープするから、こうなった時に、全方位パスコースあるじゃないですか。後ろ、右、左、縦。これがあるんですけど、これデヨングだったら、ここでボール持って、ブスケツから、まあ、縦パスがこう入ったっていう時に、デヨングこのままね、サイドとか、こっちとかこっちとか行ってね、前に行ったりして、ここを開けるんですよ。そしたらこの空いたところって、またこういうパスが出てきた時に、中へのパスコースがありませんから、ブスケツはここ取り行くんですよ。そしたら、ここが2対2になりますよね、と。いう話でありますね。なので、センターバックを私はデヨングはするべきじゃないかなと思います。したらこれでデヨングがここで上がって、バルサのビルドアップっていうのはドリブルで運んでいくっていうのが一つ目なんですよ。で、デヨングはそれ上手いですし、ボールを持ちたがりますから、ちょうどデヨングのパーソナリティとプレイスタイルと合ってると思うんですよね。ただまあ守備に関しては微妙ですよ。だけど足は速いし、組むね、相方がこう競り合いに強い相方だったりとか、まあブスケツのカバーリング含めですけど、デヨングはリベロ的になかなかね、今の現代サッカーでそういう選手がいないんで、イメージ浮かばないかもしれないですけど、ポジションを上げながら最終的には裏を取っていくような。だってここに対するマークって、で、相手のフォワードがつくわけですけど、本来ならば。これが、ずっとこの飛び出しに対してここまでついていくっていうことないじゃないですか。っていうことは、どこかで、マークを渡すっていうことがあると。そしたら、マークをこうやって渡した時に、デヨングが上がっていきました。で、マークの受け渡しが発生する。で、ここでパスコースが奪われるわけですね。こういう使い方が私はベストだと思ってます。デヨングに関して。